はい、皆さんのお天ともです。有志エンゲージの実況となります。というわけで、いよいよ明日初めてのメンテナンスがやってきますね。1週間経ったってことですね。あ、今日で1週間か。そうだ、先週11月30日の火曜日にこのゲーム始まったんですよね。で、今日火曜日で、明日水曜日。なるほど、1週間は今日で、メンテナンスは明日ですね。はい。で、メンテナンスの日時、時間なんですけど、はい、こちら、下記の日程にてメンテナンスを実施いたします。メンテナンス期間2021年12月8日11時から15時までの4時間となっております。予定ね、4時間の予定でございますので、まあお気をつけください。はい。まあ特に12月8日の10時59分までで終わるイベントはないですよね。まだソロも悪夢は続いております。はい。ただガシャが終わるね、ナイチンガシャが終わります。で、その後15時に何が来るのか、何のガシャが来るのか、一応ね、予想はね、 NTD、 ユニコーンガンダム NTD って予想にしてるんですけど、ただ NTD ナイチン後か、それともまたね、クリスマスか年末年始か、ちょっとこの辺はね微妙なんですけど、ただね、メンテ後にね新イベントが始まると思うんですけども、こちら開催情報ね、このイベント予告バトルラッシュ、はい、こちらがねおそらくメンテ明けから始まると思います。で、このイベントの特徴は敵が青属性なので、緑属性がね相性がいい、緑属性が特攻 MS となっております。ってことはですよね、また新ガシャ新機体予想なんですけど、その先日の新機体予想動画で NTD ってね予想してしたんですけど、で、まあコメントでもね、まあ結構賛同の声が多かったんですが、で、そこで、ユニコーンガンダム NTD、ストーリークエストにも出てますよっていう、そういったコメントがあって、あ、そうか、出てるのかって。そう、僕はローディング画面でしか確認してなかったんですけど、ストーリークエストにいるんですね。うん。まあ僕もストーリークエストプレイしていたんですけど、存在、気にしておりませんでした。はい。で、そのユニコーンガンダム NTD がなんとね緑属性なんですよ。そうで、こういう新イベントで特攻持ちが存在する場合って、ね、特攻持ちだと有利に、ね、進めていけるっていう、そんな新イベントの場合って大抵新ガシャがその特攻持ちのねキャラクターとかなんですよね。うん。そうね、ガシャ引いたらねイベントを有利に進めていけますよっていうね、そういったまあイベント連動のガシャが来るんですけども、なので、そうユニコーンガンダム NTD 緑属性来るんじゃないのかって、ちょっとね現実味を帯びてきたかなと思ってるんですけども、単純に今来てるねナイチンゲールね、ナイチンも緑属性ということで、ナイチンを活躍させるためのイベントで、ガシャはまた全然違うね青もしくは赤の属性のガシャかもしれないですね。うん。どっちか。緑っていうのもなかなか考えにくいので、本来であれば別のね、色の機体がガシャで来るとは思うんですけども、ただ、そう、緑属性特攻イベントということで、まあ、ナイチンで、からのユニコーンっていう、続けて緑属性っていうこともあり得るのかなと思っております。はい。じゃあちょっとね、ユニコーンね、緑属性ユニコーンちょっと見てみましょうか、どんな感じなのか。はい、はい、ストーリーモードで、はい、こちらのこの赤い彗星にいるかな、赤い彗星の違う、これか、あれ違う、これか、違う、これか、あれ違うごめんなさい、違った、こっちか、あ、こっちだ。貴婦人とユニコーンだ。で、赤い光。いました。ここだ。はいはいはい、ここですね。はい、これ。まあ見れないけど。ね。はい、こちらに緑属性ユニコーン存在しております。はい、というわけで、この緑属性のユニコーン NTD が果たして来るのかどうか、ね、非常に注目しております。もし来なかったら、次のクリスマス。年末年始って感じでしょうね。うん。はい。というわけでね、明日のメンテナンス後の
新ガチャ、そして新イベント非常に楽しみですね。まあ新ガチャ、新機体来たらすぐにねまた動画出していきたいと思っております。解説そしてガチャ引いていくと思いますので、またねそちらのチェックもよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終わりたいと思います。またエンゲージ動画どんどん出していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。はい、あ、そういえば僕昨日ミドル属性の V ガンダム、ビクトリーガンダムゲットしたんだ。やったね。ミドル属性イベントにちょうどいいということで、はい、以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。